今月もそんな、お出かけする、ナウイ君たちに、シャクサがトートバッグ。僕はもういらないけど、いらない。外でないから、一生家から出ないから。あれだけ無駄、誰かにあげた方がいいわ。シャクサがトートバッグ、1000個プレゼント。今日もうすでにイベントできてるんで、今すぐ応募した方がいいですよ。当たるかもしれないね。そうだね。早い方が当たるかもしれない。お前の名前が抽選ボックスにあったら毎回僕削除してあげてるから、絶対当たんないよ。で、俺の名前じゃないから。いや、だからわざわざ本名で応募してるの分かってるから。名字も全部走ってるから大丈夫。ああ、マジか。奥さんの名前も知ってるから。通りで一回も当たんねえわけだ。当たんない当たんない。すぐ弾くから。無駄無駄。名前弾いて、検索してからわざわざ名前で。まず相当して検索して削除して、そっから抽選開始だから。ああ。なく、いや、再開するか当たらねえんだろうな。これ不公平だと思いますよ、皆さん。どうですか、みんなの意見を聞きたいな。でも俺が当たることで、みんなに1個そういうこと減るってことだろ。そういうこと、999個になってしまうということ、まあ、なるほどな。じゃあ1001個にすれば、来月から。俺1個確定で。なんか切りが悪いんだよな、1001個って。とりあえずね、このデザインでいこうとは思っているんだよね、ほぼ確定。ちょっと変わるかもしれないけど、いろいろと考えてはいるんだけど、ちょっとボツアイデアはいろいろとあるんだよね、え、そのリンゴのやつ可愛くない？夏っぽいんだよな。そう、夏用として作ったんだよ最初。海のイメージなのよ、上は。海とリンゴとシャクサカと涼しげだわ。あ、そっちもいいか。かわいいと思うけどな。かわいい。でもシャクサカの緑がやっぱ前面に立ってた方が。あ、まあまあそうよな。シンプルイズベストか。シャクサカトートバッグっていうぐらいだもんな。もうこれもいいか。もうそれも俺はパッと見かわいいなと思ったね。かわいい。うん、どうする。全部翔くんデザインだよ。こういうのもあるわけよ。え、まんべんなく散ってるのと。いや、一番人形はね、ハスコラカーつって、速攻ボツにしちゃったのよ僕。なるほど。今俺は失礼なボツの仕方だったけど、失礼な却下の仕方だったが、集合体恐怖症に人がいるからなみたいなことで切っちゃったのよ。このくらいでもきつい人いるのか。僕がきついな。イチゴとかも見れないしな。食ってんだろいつも。目つぶってる。左側がいい。あ、左もかわいい。シャク、リンゴ、シャク。あー、なるほど。それの下が緑まで入ってれば、かわいいな。緑のライン。うん、どうしよっか。あ、確かにね。このさ、文字どっかで見たよね、この溶けたような文字。ヒューマンフォールフラットかなんか。違う。なんだかで見たよな。なんだろう。わからん。ところで、サカちゃん、結婚はまだか。まだかっつうか、来世に期待だからな、僕の場合。来世もきついんじゃない？来世がいつ来るかだよね。何年後に。だって来世、便所虫だぞ。その次に期待するわ。便所虫。ゲジゲジだな。ゲジゲジ。ゲジゲジ結婚できるかもしれん。無理無理無理。あ、ない。ゲジゲジの次。生まれた瞬間、もう、袋の中だもん。なんだそれ。駆除されて。生まれた瞬間。もうゴミ袋だから。ゲジゲジの次何なの？僕。ゲジゲジの次わらじ虫だよ。虫？いつも流してるからよ。あ、僕が命を奪ったやつ全員に変わっていく。そう、どんどん。じゃあわらじ虫の次は？わらじ虫ダンゴムシじゃない？殺した覚えないんだけど。流した時点でアウトよ。虫縛りか。きついな。まあ虫の方が数多いしな。じゃあ何？逆説的に言うとさ。人をぶっ殺せば人になるの？それはなれないんだよ。なれないんだ。罪がカルマなんだ。虫は虫になるんだ。虫はそう。虫の気持ちを知りなさい。になってってことか。厳しい世界だな。当然。